羽生結弦が飛んだ。世界が注目したアイスファミリー集合写真を名優がついに公開。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。とんちゃん五輪は25日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、羽生結弦 ANA らが登場。華やかな舞いで大会のフィナーレを彩った。話題を呼んだのは終了後、リンク上で撮影された集合写真。 カメラマン役を務め、羽生の名優で知られるミッシャジー、ウズベキスタンが、世界の注目を集めた1枚を自身のインスタグラムで公開しているエキシビションで、世界の注目を集めたセルフィー集合写真を G が公開。ピョンチャン五輪は25日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、羽生結弦、ANA らが登場。華やかな舞いで大会のフィナーレを彩った。話題を呼んだのは終了後、リンク上で撮影された集合写真。 カメラマン役を務め、羽生の名優で知られるミッシャ G、ウズベキスタンが、世界の注目を集めた1枚を自身のインスタグラムで公開している G は、エキシビション終了後、ほどなくしてインスタグラムを更新。1枚の画像を掲載した、前列中央でセルフィーでカメラを構える G。そのすぐ後ろには、アリン・ナザギとは、エフゲニア・メドベージェは、OAR が並んでピースを決めている。さらに、宇野昌磨。 宮原智子の日本勢はもちろん、フラワーキッズが一堂に会し、思い思いのポーズで、それぞれが笑みをこぼしている。最も注目されたのは、羽生だった。後列中央でまるで空を飛んでいるかのように、一人だけ高い位置にいて、笑みを見せている。下でイタリアのペア選手、オンドレー・ホタレックがリフトで映るように配慮する、推な計らいを見せていた。G は投稿に、アイスファミリーと一言添え、 スケーターたちの絆を伝えている観客はもちろん、中継を通じて世界が見守った中で撮られた一枚。日本のファンから、あの写真、見てみたいなどと声が上がっていたが、実際に公開された写真は、今大会を見守ったフィギュアファンにとって永久保存版の一枚となりそうだ。平らまさ。夢の後、羽生結弦が伝説になった日。 世界が270秒の奇跡を目撃した。ピョンチャン五輪は25日に17日間の熱戦を幕を閉じた。日本は史上最多13個のメダルを獲得し、数々の名シーンが感動を呼んだ。平ら夢の跡と題し、3日間にわたり話題を呼んだ名場面を振り返る連載を掲載。 1> 第1回はフィギュアスケート男子シングルで66年ぶりの連覇を果たした羽生譲る ANA だ名場面総集編マナス66年ぶり連覇を達成。五輪史に伝説を刻んだ羽生譲るピョンチャン五輪は25日に17日間の熱戦を幕を閉じた。日本は史上最多13個のメダルを獲得し、数々の名シーンが感動を呼んだ。平政夢の後と題し、3日間にわたり、 話題を呼んだ名場面を振り返る連載を掲載。第1回はフィギュアスケート男子シングルで66年ぶりの連覇を果たした羽生譲る ANA だ2018年2月17日。羽生譲るは伝説になった。男子フリー。五輪シーズンに再演を決断した映画、引用詞の生命に乗せ、魂の滑りを見せた。大歓声に送られ、リンクに立った羽生 冒頭の四回転サルコを決めると、次々とジャンプを成功させた。後半、三回転ループでバランスを崩した。しかし、ューは必死に耐えた。支えた足は、痛めていたはずの右足だったすべてを注いだ四分半。滑り終えると、リンクに何度も何度もおたけびを上げ、感情を爆発させた。思いを抑えることができなかった。そして、右足に感謝を込め、 そっと撫でた。合計317.85点。最終演技者の宇野昌磨トヨタ自動車が2位に入り、金メダルが確定すると、羽生の目から涙がこぼれ落ちた。真っ先に口から出たのは、ありがとうございますの言葉だった。漫画以上の奇跡のストーリーだった。昨年11月の GP シリーズ NHK 杯前日、練習でジャンプに着氷した際に転倒。右足首の靭帯を痛め、 戦列を離れた。故障直後には世界のスケーターにエールの輪が広がり、SNS 上で続々と声が上がった。以来、公の場から姿を消し、リハビリに専念。GP ファイナル、全日本選手権を回避し今大会も団体戦も出場せず、全てを連覇に刺されてきた王女を世界が称賛、譲るは史上最高、五輪の歴史を作った。 ハニューとは、氷の上の芸術。66年ぶりの五輪連覇。歴史的快挙に日本はもちろん、世界が王者を称えた。譲るは、史上最高、五輪の歴史を作った。ハニューとは、氷の上の芸術。メディアが、ナスケーターが、サンジの言葉を次々と送った。そして、最後に連覇を達成していた88歳のディック・バトン氏は、ブラボー、ハニュー。 記録は塗り替えられるためのものだと粋な祝福を送った演技後にうの、フェルナンデスと称え合った検討、リンクに降り注いだプーさんの海、会場をホームに変えた日本人ファン。ありとあらゆるシーンが、こぞって脚光を浴びた。それも、23歳の若き王者が持つ影響力の大きさゆえ、エキシビションの練習中に興じたショートトラックレースすら海外メディアに特集されるのはまた、ある意味、 スターの証だった25日のエキシビションでは大トリとして華麗に舞い世界を魅了した演技後には集合写真でイタリアのペア選手にリフトされ後方で空を舞ったかのように映った1枚は花があった祭りの終演注目されるのは羽生がここからどんな道を歩むのか4回転アクセル五輪3連覇いずれにしても 羽生結弦るが私たちに夢を見させてくれる存在であることは変わらない。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくおね。